はい。どうも皆さん、こんにちは。うずこです。それでは今回なんですけども、PayPay 銀行のキャッシュカードが届いたらやること、Yahoo ーカードの解約も検討中ということで、今回は PayPay 銀行と Yahoo ーカードについてですね、この動画では PayPay 銀行のキャッシュカードがついに届きましたよということと、Yahoo ーカードを僕がちょっとですね、解約するかを検討してますよということについてお伝えします。あと最後にですね、ちょっとした告知もありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ってことでね、今回の内容は、こちらの3つに分けてお伝えします。まず1つ目なんですけども、PayPay 銀行カード届くということで、そうなんですよ。やっとですね、こちらの封筒見ていただいたらわかるように、PayPay 銀行と書いております。ここのところですね。 で、一応この封筒を開いたら、1に3枚の紙が入っておりました。で、早速カードを見てみたいと思うんですけども、こちらのカードですね。しっかりとペイペイ銀行と出ております。で、今回からですね、僕もともとこのリップルマークっていうマークがなかったんですけども、ジャパンネット銀行の時に。ですけども、今回僕の場合は、このリップルマーク、プラスこの IC チップが僕の場合は付くようになりましたよ、ということですね。で、触った感じは、あのヤフージャパンカードと同じような感じで、サラサラしたような剣面で、 で,すね、で、裏面に関してなんですけども、ご覧のようにテカテカしてる感じで、表面のサラサラとはちょっと違う感じですね。で、こちらがね、僕が元々持っていたジャパンネット銀行のカードと、こちらがね、ペイペイ銀行カードということなんですけども、触った感じも違いますし、デザインもガラッて変わっております。個人的にはこちらのペイペイ銀行の方が結構渋くてね、かっこよさがちょっと出てるような感じかなというふうに思います。 で、こちらは僕が持ってる Yahoo Japan カードとこの PayPay 銀行なんですけども、なんか触った感じやっぱりこの Yahoo Japan カードと似てる感じのサラサラ感がありますね。で、番号に関し、ここに出てる番号に関しては、浮き出てないタイプのものですね。 なので触っても全体的にサラサラしてるっていう感じです。伝わりますかね <laughs> で、今回のね、このペーペー銀行なんですけども、このキャッシュカードが届いたらやるべきことということなんですけども、それがこちらの紙にも記載がされておりました。この青枠のところなんですけども、読み取り不良や破損での再発行キャッシュカード切り替えのお客様ということで、今回はおそらくこちらの僕、キャッシュカード切り替えのお客様に該当するかなと思うんですけども、新しいキャッシュカードで ATMJ デビットをご利用いただくと、そ これまでお使いの古いキャッシュカードはご利用いただけなくなります。再発行には新しいビザデビット番号が発売っていうんですかね、されているお客様はビザデビットのご利用でも古いキャッシュカードが停止しますということですので、まあ、簡単に言うとそのカードを使って新しいキャッシュカードで ATM で使うか、まあ、決済するかっていうことなので、まあ、今回僕はね、とりあえず ATM でちょっと使ってみようかなというふうに思います。 で、ATM に行く前になんですけども、こちらは覚えてますかねまあ、ちょっと前の PayPay 銀行の動画の中で、まあ、こういった風に使えば、手数料無料で現金を出金することができますよということで、まぁ、あ、も僕全然ジャパンネット銀行使ってなかったので、これ自体は元々あるサービスだったということだったんですけども、今回は僕はね、これをちょっとトライしてみようかなという風に思います。で、この1、2、3番をね、早速やってみたいと思うんですけども、まず PayPay の画面を開いていただきましたら、 現金を出金するためのチャージを行わないといけないので、ここのチャージというところをタップします。そして、今チャージしたい金額をね、ここで入力をして、まあ僕の場合ちょっとね、直近で現金を使う場面というのがありましたんで、ここに12万円というふうに入力をして、この12万円をチャージするをタップします。そしたらですね、PayPay ペペ株式会社12万円のチャージが完了ということで、で、次はそのチャージしたお金を PayPay ペペ銀行に出金をしなければいけないので、出金の手続きを行います。 その際はですね、ここの残高っていうところをタップすると、この自分の残高はここに出てくるんですが、今度はここの出金というところをですね、タップします。そしたらですね、僕が今現在 PayPay ペペと銀行口座を今三井住友銀行とこの PayPay ペペ銀行に紐付けておりまして、この PayPay ペペ銀行をタップします。そしたらですね、出金したい金額をここに入力をします。まあ僕の場合今回ね、12万円おろしたいと思いますんで、この12万円という風に入力をして出金をするをタップします。 そしたら、これで PayPay ペイペイ銀行に出金の手続きが完了ということになります。そしたらですね、次は PayPay ペイペイ銀行の画面から出金の手続きを行いたいと思いますので、この PayPay ペイペイ銀行を見ていただいたらわかるように、普通預金残高にしっかりと12万円が反映されております。で、今回はですね、新たなまあサービスとして、このスマホ ATM っていうのが加わったので、これをタップします。 そしたらですね、ご覧のように、キャッシュカードがなくてもアプリで ATM が使えるっていうことで、で、ちょっとですね、作業しながらここの真ん中の出勤は初期設定から24時間後にご利用いただけますということで、これをですね、僕ちょっと見落としてまして、ちょっと知らずこのまま初期設定を行いました。一番下のですね。で、それをタップしたら、スマホ ATM トークに表示されるワンタイムパスワードを入力してくださいということで、まあこちらがですね、僕が持っているジャパンネット銀行の時のワンタイムパスワードのカードなんですけども、このカードの右下の 押すっていうところですね。タップしたら、いわゆるそのワンタイムパスワードがここに出てきます。ワンタイムパスワードっていうところですね。で、実際にワンタイムパスワードが出てきたので、ここに6桁の数字を入れて次へをタップします。 で、あとはですね、ご自身の生年月日を入力して、次へをタップしてください。そしたら、これでまず、スマホ ATM の設定が完了します。これで閉じるをタップして、そしたらですね、ご覧のように、普通預金残高12万円ということで、今月の ATM 手数料無料回数が入金が1回、出金、出金が1回。この時の段階で、入金はできるんですよね。ですけど、出金と借り入れがちょっとできないと。 ここにも出てるように、出勤と仮入れは4月18日日曜日15時42分からご利用いただけます。しばらくお待ちください。ということで、僕がこの動画を撮影してるのが4月の17日土曜日の、ま、だいたいこの15時というよりかは16時ぐらいだったので、まあ、とりあえず出勤できるのは明日以降ですよ。ということでね。 これ作業しながらさっきのところを見落としてまして、今回の動画のネタにするために、とりあえず出勤をかけようと思ったんですけども、まさかね、できなかったので、もし僕と同じね、作業を行う場合は、初期設定の方だと思うんですけども、 そういった方はね、まあ、次の日まで待っていただいて、あとはここで出金をかけていただければお金を出すことができるっていうことになります。詳細の使い方に関しては、ここのスマホ ATM の使い方とか公式ページに出てますんで、ぜひこちらも参照してみてください。ちなみにですね、これちょっと不思議だったんですけども、僕この PayPay 銀行のキャッシュカードを使って、そのままね、今みたいにセブン銀行 ATM でお金を下ろそうとしたんですよ。だったんですけども、カードを入れたらですね、なんでかこのカードはお取り扱いできませんっていう風になって、お金が 下ろせなかったんですよね。これってなんでなんですかねちょっと僕が何も知らなすぎるっていうのもあるんですけども、とりあえずこれって僕の明日4月18日まで待つ必要があるのか、もしくは PayPay 銀行を使って何かしらお買い物する必要があるのかなとか思って、一応カードを入れて出金をかけようと思ってもできなかったっていう、これたまたまですかねちょっと謎なとこではありました。もしわかる方いらっしゃればコメントいただければと思います。で、続きまして二つ目なんですけども、 こちら、ヤフーカードの解約を検討ということで、これどういったことかと言いますと、まあ先ほどお伝えした、この右側のヤフージャパンカードということなんですけども、まあちょっと利用頻度自体はね、最近はかなり減ってきてる。 カードの一つではございます。まあ、理由としてはこのカードを使うタイミングっていうのが、まあ、Yahoo ショッピングでも使う時でもあったんですけども、だいたい僕が決済するときは、まあ、PayPay で決済すること多いんですよね。で、PayPay でチャージするときも、Y モバイルのまとめて支払いを使ってチャージをしてるので、本当にこの Yahoo Japan カードを使って決済することが、まあ、ここ最近ほとんど減ってきているっていう感じなんですよね。 あと t ポイントも貯めてないというのもあります。で、もう一つ、そのヤフーカードを解約する理由の、まあ大きな理由として、それがこちらなんですけども、じゃんということで、ペイペイカードの得点を狙うため、かっこ未知ということで、そうなんですよ。まあ結構ね、前ぐらいからちょっと噂がされてるそのペイペイカード、ペイペイのクレジットカードなんですけども、これをね、ちょっと解約をして、新規契約をしてみようかなっていうふうには思ってるんですよ。ですけども、まだちょっと情報がないので、 これはかなり未知なチャレンジかなと思います。まあ今はね、ちょっと検討してる段階ではあるんですけども。まあっていうのも、こちら見ていただきたいんですが、これ確か去年ぐらい発表された図だった気がするんですけども、いわゆるその Yahoo 関連のサービスがほとんどが PayPay ペペになりますよということで発表がされております。 で、今現時点では、このジャパンネット銀行が PayPay ペイペイ銀行になったということと、ワンタップバイっていう証券会社っていうんですかね。これが PayPay ペイペイ証券になったということ。あと、この資産運用の Y ジャムっていうんですかね。これはちょっとあんま詳しくわかんないんですけども、これが PayPay ペイペイ投資。確かちょっと名前が変わってた気がするんですけども、今現時点ではこの3つのサービスが開始してるということなんですよ。 ですけども、ちょっと噂されてるこのヤフージャパンカードが PayPay ペイペイカードになるっていうところがまだ全然情報が出てないんですよね。ですけども、ちょっとね、これは正直楽しみなとこではあるんですよ。で、解約すること、今回この Yahoo Japan カードを解約することで考えられることとして、 まあ僕の中でこの12345つのことが考えられるかなというふうに思うんですが、例えば何も情報がないのでリスクがあるということで、そうなんですよ。本当に今何も情報がないので、解約をすることで、もしかしたら PayPay ペイペイカードが出てこないっていう可能性も正直あるんですよね。まあ他にもね、何かしらの情報が出ていればいいんですけども、本当に情報がないので、ただ僕が Yahoo Japan カードを解約しただけの人になる可能性がすごい高いんですよね。 ですけども、まあ、個人的には本当に使ってないので、まあ、最悪解約だけしてもいいかなと思います。次二つ目は、PayPay ペイペイカードが出現した時の新規特典がありそうな可能性ということで、まあ、大体ね、新しいクレジットカードが出た時っていうのは、まあ、キャンペーンが開催されてたりすることっていうのがちょくちょくあったりします。まあ、過去の例で言うと、ビザラインペイクレジットカードっていうのがあったと思うんですが、 あれは一番最初の段階の時は全然ね、キャンペーンとかはなかったんですよ。で、その後にキャンペーンがちらほらと出てたような感じだったんですよね。なので、それをちょっと狙ってみようかなっていういうなのも正直あります。で、三つ目は、解約して新たに作成しても、もしかすると特典が受けれない可能性っていうのがあるんですよね。まあ、どういった条件かわかんないんですけども、もし、 新規のキャンペーンとかが出てたりすると、その対象外の項目の中に、以前特典を受けた方とか、もしくは、解約して新規で契約した方は対象外とか、何かしらそういった対象外の項目とかがもしあったら、特典が受けられない可能性はあるのかな、というふうにも思います。あともう一つこちらもありますね。ポイントサイトに出現しそうな可能性ということで、これは正直ちょっと時間がかかると思うんですよね。だいたい新しいクレジットカードが出たとしても、 ま、早く出たといえば、あの、三井セミともナンバーレスのカードとかであれば、ポイントサイトにね、かなり早い段階で出てきたと思うんですが、もしこの PayPay ペイペイカードが出たときに、それがポイントサイトに出るかどうかっていうのも、正直可能性はあるのかなというふうにも思います。で、最後5つ目は、Yahoo ーカードと PayPay ペイペイカードを別物と扱われれば、全くもって意味のない可能性ということなんですけども、これどういったことかというと、まあ、いわゆるその Yahoo Japan カードっていうのは T ポイントが貯まると、 ですけども、ペイペイカードはちょっとどんな特典になるかわかんないんですけども、なんかフラットに考えてみると、 ペイペイが貯まるっていうイメージではあるんですよ。あの、ペイペイボーナスっていう。なので、t ポイントが貯まるカードと、ペイペイが貯まるカードって、正直別物になるんじゃないかなっていうふうにも僕は正直予想してるんですよね。わかんないですよ。何も情報がないのでわかんないですけども、やっぱりそういったことも考えられるかなとは思うので、もうただただ僕はヤフーカードを解約して、ただただペイペイカードを作っただけの人になるっていう可能性は、めちゃくちゃ高そうなんですよ。それかちょっとここには書いてはないんですけれども、まぁヤフージャパンカードを持ってる人は、 カードにただ切り替えるだけになるのか切り替えることの得点があるのかとかまあいろいろね考えようと思えばいろんな可能性があるので言い始めたのは止まらないとは思うんですけどもまあ現時点ではちょっとねそのカードが出てくるまでの間試しに解約をしてみようかなっていう風にはちょっと考えてはいますまあもしね解約することになった場合はまあ動画のおまけとか冒頭でもちょっとお伝えをしようかなという風に思っておりますで最後ね3つ目なんですけども告知ということで そうなんですよ。久しぶりにちょっとライブ配信をやろうかなと思いまして、まあこれまでね、ちょっと事前告知なしでやっていることが多かったんですけども、今回は久しぶりの事前告知,告知があり、まあ噛んだんですけども、事前告知ありのライブ配信を行います。えっていうのもですね、僕のチャンネル登録者数があまりいいたいいことに、 おそらくもうすぐで4万人行くんじゃないかなっていうふうに思ってます。今僕がこの動画をアップしてる4月17日土曜日の時点では39,949人だったので、これがね、このライブ配信をする日にはおそらく4万人行ってるんじゃないかなっていうことで、まあ一つの節目としてね、久しぶりにライブ配信をしようかなと思っております。で、ライブ配信の詳細なんですけども、4月の18日日曜日、この動画をアップしてる次の日ですね。 それの開始時間が21時、夜の9時から開始します。で、時間なんですけども、だいたい約1時間半程度を予定をしております。まだわかんないんですけど場合によっては時間が伸びる可能性はあるかもしれないんですが、まあ最低でも1時間半はする予定ではありますので、 ま、ぜひね、お時間ある方は来てください。内容に関しては雑談と、あと軽く晩酌をしようかなと思います。残り30分とかで、まあ、乾杯をしようかなと思いますんで、まあ、ぜひですね、まあ、日曜日なので次の日が仕事の方って多いと思うんですけども、まあ、お時間ある方は来ていただければと思います。ていうことで今日お伝えしたことをまとめです。ペイペ p 銀行のカードが届いて、まあ、現金は出せなかったんですけども、とりあえず明日の夕方以降ちょっと試してみたいなというふうに思います。で、Yahoo カードの解約に関してはまだ現時点では検討してる段階なので、まだ確認 で、はございいいまませんんででですすけどももろなな可能性も考えられるのでちょっっとと解約をしようかなというかに思っておりますで最後のね、告知ということで、明日の4月の18日日曜日の21時からライブ配信1時間半する予定ですので、お時間ある方はぜひ来ていただければと思います。一応ですね、先ほどのライブ配信に関しましては、詳細については概要欄にまた貼ってますんで、ぜひですね、スケジュールなど見ていただいて、遊びに来ていただければとても喜びます。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 thank